神父の推理第7話。それにしても神父様、こんな石壁をどうやって。神父はにっこり笑うと、木の先に鋭い歯がついたものを見せた。ベッドの金具で作ったのみじゃよ。わしは1808年に逮捕され上野牢に入れられた。3年後この闇牢に降ろされた。それから図面を描き道具を使って海へ出ようと16メートル掘ってきた。脱獄するためにな。ところが元の図面が違っていたらしいな。こちらへ出てしまった。それでもこうして君に会えた。神のお心じゃよ。さて今度はわしの部屋を見るかね。神父はダンテスを連れて自分の牢に戻ると、床の石を一枚外し穴の中から巻物を一つ取り出した。一週間前に書き終えた本じゃ。紙はシャツの布から作ったよ。ペンとインクはどうなさいました。ペンはこれ魚の骨を削った。インクは日曜日にグラス一杯だけもらえる赤ワインにすすを混ぜればできるよ。スープの油身から作ったろうそく、火打ち石や燃やす布切れもある。神父はそれらをまたしまうと石をはめ込んだ。なんて素晴らしい人だ。10年以上闇牢に閉じ込められてきたのに、ちっとも自分を失わない、その勇気、そして生きる知恵。ダンテスは心の底から感動すると思わず床にひざまついた。神父様、どうか一緒に考えてくださいませ。僕はなぜこんなところに入れられたのか、どうしてもわからないのです。ダンテスの話が終わると神父はゆっくり口を開いた。では聞くがね、君がいなくなって喜ぶのは誰だ。それは二人いるね。君の恋敵のフェルナン、それにファラオン号の会計係のダングラールも君をよく思っていなかった。そういえばエルバ島に寄り道したと文句も言ってきました。密告状を送ったのは多分その二人だよ。で、ナポレオンの返事の手紙はもうないんだね。はい、親切な検事法様が僕の身のためにとおっしゃって内緒で燃やしてくださったんです。ビルフォールというお名前の検事法様でした。ダンテスが言うと神父は眉を上げた。君、封筒の宛先のノワルティエはビルフォールの父親だよ。やつはナポレオンが自分の父親に手紙を出したことを知られるのを恐れ手紙を燃やした。そして君がそのことを誰にも話さないようにここに閉じ込めたのだよ。なんてことだ。あんなに親切そうなことを言って実は全部自分の身を守るためだったんじゃないか。ダンテスの心に突然メラメラと憎しみの炎が燃え上がった。じゃあもう話を変えよう。科学の話はどうだい。星の話は。神父が見かねて言った。ダンテスはうなずき神父の話に耳を傾け出した。やがて顔を上げると、神父様、どうぞ学問を教えてくださいと熱心に頼んだ。ファリア神父は優しくうなずいた。いいとも、わしの知識など大したことはない。だがそれをすべて君に伝えよう。2年もあれば十分じゃろうよ。2年で、あなたのようになれるんですか。ダンテスは目を輝かせ、次の日からファリア神父の授業が始まった。賢いダンテスは半年も経つとフランス語のほかにスペイン語、英語、イタリア語、ドイツ語が自由に読み書きできるようになった。